が足が短いな。何してんの。やめて。片手だけでっていうのかな。もう片手がまだ出てない。でも出てんのかな。なんか透けてるの。透けてんのよな。でもこれまだ出てないのよ。体についてんの。まだ向こうの手がひっついてんの。まだひっついてんの。
うん、ちゃうねん、片手だけ出てんねん。だからな、もう一個出えへんかなと思って待ってる。なんか手が張り付いてんのが見えんねん。なんでよ、今日朝まだ全然あれやったんで、みんな手出てなかったんで。それやのにな、夜になったらみんな出してんねんて。一匹いないと思って石こいて探してましたら上陸してました。
まだ尻尾がこんなに長いです。口はどうなってるのかな。こんな感じ。口も裂けてるな。もうカエルやな。かわいいね。口に入れたろっかな。びっくりしたわ。この2匹はあっちの違うこっちに入れてます。ここのどこにいるかな。ほらあそこに1匹入ってるし、もう1匹も多分この辺に入ってます。カエルやと思うんだけど、こっからすごいすごいな、カエルさん。このちっちゃさよ。そう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 。コオロギはさっきはこっちのやつが食べました。初捕獲。全然食べる気配ないな。
頭の上に跳ねてるよ。全然飛べる気配ない。こっちはさっき狙ったけどな。飛べませんでした。とりあえず、今日はやめとこうか。事件を取材した当時の報道によれば、そんな生活や気持ちのすれ違いがこの頃彼女をある行動に駆り立てたという。脱皮中です。脱皮中やで。気がつくと夫のカバンや財布、そっとしといてや、手帳をチェックするようになった。これこれこれ、ほら、そして不審なものがあると。ねえ、これ、この居酒屋誰と行ったの？え？ねえ、誰？誰って職場のやつらだよ。本当に？脱皮中やろこれ。ねえ、あのさ、そんな俺のこと信用できないかな。そんなことないわよ。でも私たちテレビ信頼し合ってる夫婦なんだから、何でもし合えるはずでしょ。終わってる。しかし縁の持ち物検査はその後もさらにエスカレート。そんな中、ついに彼女は決定的なものを見つけてしまう。終わったんか。早い。何これ。それは東京で開催される絵画展のチケット。こんな大きさです。正和は生粋の体育会系、芸術には全く興味がないはず。終わったな。何しとかなあかんやこれ。せい、あれ、反対、あ、横取りしてるやん。こら、ビシーン。とりあえずデコピンやったらできるからやるで。僕の方ができるでし。